2人で興奮しました。私と私のパートナーのジェレミー・ルケールもソリストとして踊ったことは一度もないので、パドドゥの経験とかもとても少ないので、練習にもなるっていうことでバレナをすることに決めたんですけど、6ヶ月間かけて頑張ってクラシックのパドドゥとコンテンポラリーのパドドゥを練習して、上手になったとはちょっと思います。このノースウィングニットは今日初めてです。すごくピッチリしててあったかいし、動きやすいし、自分の好みによって長さを決めて着る、ちょっと形が変わってきて、可愛らしくちょっとひらひらっとなってたり、すごく着心地がいいです。手のところがニットになってるので、すごく柔らかくて冬にもぴったりであったかいです。首もあったかいので、下からのジップがこうついてるので、衣装の上とかから着るのにすごく使いやすくて、すごくマラホフさんっぽいですね。このしましまっていうのはマラホフさんのアイコン。結構薄くてすごく着やすいです。もちろんテクニックとしてどんどんもっと積み上げて、アーティストとして踊りたいですね。テクニシャンとして踊るんじゃなくて。